どうも、上村さん。こんばんは。本日せいじは、さん、こんばんは。再び呼んでしまって、すいませいいんですよ。そのケイさんもお疲れ様です。大変ね。そうで大す変です。ね。受験最ね。近、いかがお過ごしでしたか？最近本当ね、もう息子の運動会この近いねっていう話になってて、本当もう大変です。もう、またお弁当作んなきゃと思って。ね、おじいちゃんもおばあちゃんそうも来でるすから、か、大もう変で本当すに、作んなきね。ゃと思って。家族の分だけじゃないもんね。で、息子もいるし、その娘もいるから、その、息子と娘の分もね、その作んなきゃいけないそうし、ですおじか。いちゃんとおばあちゃんのも作んなきゃいけないから、もう大変、何作ろうと思って。とりあえずね、今日は、なんでちょっと呼んだかっていうなんと、で、なん、な、なんで、前回のペンション殺人事件、あなたいましたよね。もう私そ怖のくて、時の犯人がもう怖い。分私かったんで本日お呼びしました。わー、すごいじゃん。誰？教えてー。ねえ、私もう怖くてさ、それではです日からね、ね、私もう止ま、なんかもうね、寝れないの。自分の部屋なのに。私で、ここは私の家なはのにずっと思って、テンとションみたいな、テンションなイメージにおなって、かしいなと思ってたんでと思って、す。怖い怖い怖い、もう暗柏くて、なんか木電気さ暗んくすんのが、私が、もう暗実くは、て、もう、ちょっと最待って、初待って、怪これしいが なと私思ってたんですけど申し訳ね、ないの、そうじ本ゃなかっ当た。に、もう本当大変だった。柏木さんね、柏木さんと私はね、ちょっと馬が合わなかった。柏木さんちょもっ私と、も、なんかね、会話のリズムが違うのね。あと価値観がちょっと違うのね。なんか柏木さん、私少なんか、し静かにしていなんただかけ苦手まだすか？なってちょっと思ったかもしれない。少私ね、でし、もね、柏木さん悪い人ではないのよ。別に悪い人ってわけではない。私がよ嫌くしゃべる人だ。なっちゃってるけど、それは違うの。別に柏木さんの悪く言ってるわけではないんだけど、まあ、ちょっとなんか二人のリズムが静合わかにないしてくかだなっさてい。いう感じだったかちょっとなっだていけうのは、あった静かかになっしていてうくだ感じさだっい。たかなっていう感じ。ねえ、まあ、それにしても今度どうしようかな。お弁当ね、お弁当何好きだった？ケイジさん。まケイさん、さお弁当何好きか、だった？あんな方法ケイジさん、で、あんな方法？ねえ、何？彼ねえ、女は何？殺なんか、されそてのたおん弁で当す。のおかず？なんかおかず教えてくれる？おかず何が好き？ねえ、いや、ケイジさんが運動会来ました。そしたら、お弁当何があったらテンション上がりますか？じゃあ、3位から、どうすぞ。ごい喋る人だ。バン。何？なんで答えてくんないの？ねえ、教えてよ。ケイさん、わかったわかった。じゃあ、お弁当は、なんか、プライベートのこと聞いちゃってる感じで申し訳ございません。じゃあ、ケイさんが今まで一番、ね、解決した、隙間がない。大きな事隙間件。をください。大きな事件は、何がいい隙んです間をか？くだそれ教さえい。て、ね、今までで一番、その大きな事件、何担当されましたか？教えてください。ね、はい、3、2、1。はい、お願いしまじーゃあ、す。もう途中のトリックは、もったいぶって、やっぱもったいぶって、ちょっと静かにしてください。大実験、大実験、教えてよ、教えてよ。ちょっとだけ、一瞬静かにしていただけますか？上村さん。もう途中のトリック省きます。犯人だけ、言います。大実験、大実験、大実験、教えてちょうだい。いきますよ。いきますよ。計算、計算、計算、計算。チクチクチク。わわわわもう。教えてください。犯人はですね、もう。やばい、今日、晩ご飯まだ作ってなかったとてつもなく、晩ご飯でもまだ作ってなかったし、近いとこにいたんです。今日旦那は飲みに行くって言った。今日旦那飲みに行くって言った。簡単だったんです。私は別に、その前ゆっくりしていいんだ。もう旦那帰ってくるタイミングがほんとね、いつもわかんないのよ。バラッバラ。いきなり飲みに行くとか言うんだから、ご飯作ってんのに今日いらないよーなんて言われて、なんで今日いらないの？あんたが好きなもん今日作ったのにと思って、今日に限って飲み行くんかいっていうのやって、それほんともう嫌になっちゃう。だからあれどう思う？あのさ、なんかと、なんか、息子の友達がさ、息子の友達がうちに遊び来た時にさ、もう帰るのが遅くなって、もう夜7時ぐらいになったっていう。それをね、じゃあもう帰りな、遅くなったからって返すのか、うちでご飯食べさすのか、これどっちがいいと思う？これこれ、あれ迷うのよね。ねえ、その、あちら側の。それ今話さないといけないですか？私が今から話そうとしていることはね。申し訳ないなってのもあるし、これは実味に巧妙なトリックだったんですね。こっちも作ってたかなっていうのもあるし、あっちも、いや、せっ
こちらで作ってたのにそっちで食ってくるんかいってなったりするかなと思って、私もなんかそのどっちがいいんだろうこれっていつも迷うの。とりあえず待ちます。な時ね、とりあえず待ちます。時も迷っちゃうね。話したいだけ話してください。ゲーム好きよね。ゴールは決まってますね。ゴール地点は決まってますから。ケイさんはあの好きなゲーム、私は負けませんよ。ちっちゃい頃とかゲームあった？あなたあんまないか。とことん行きましょう、ね、とことん行きましょう。すぐゲームするから、私もゲームかねえからそういうの分かんないからね。ね、ケイジさんさ、初めて買ったさ、CD 何？ね、年っておいくつ？今どういう心境ですか？ケイジさん、年っておいくつなの？あなたハート強いですね。私はね、私は何が好きじゃない？ただ、初めてです。でも、ここまで粘る人は初めてです。ビーズが好きだった。ただ私は最後の決め台詞を。年分かっちゃう！ね、ビーズ聞いてください。年分かっちゃうのも。やだ、恥ずかしい！ねえ、そういうつもりじゃなかった。もう年隠してた。もう犯人言います。私は年隠してかった。犯人は、ケイジさんと同い年だったらなんか仲良くなれるかなと思ってね。本当にもう楽しかったもん。好きな映画何？やっぱなんか、この刑事ドラマとか、相棒見てる？相棒とか見てるでしょ。でもケイジさんってなんか相棒いないよね。一人で単独行動とかするタイプなんだ。かっこいいねえ、私が相棒だった営業かなんて言ってね。なれるかって。なれるかって私が。ちょっと静かに。なれるわけないじゃないの。ちょっと、一旦静かに。してくれるオーディションを受けさせてもらうかな。あ、私ちょっと待ってください。一回だけオーディションさせてもらって、お願いします。ねえ決め台詞はしっかり言いたい。またね、バイバイ。ありがとうございました。またありがとうございました。今度、こちらからご連絡させていただきます。あ、待って、喜んで、待ってるよ。今日は負けました。帰らせていただきます。デートのお誘いだったら、しぶとい人だ。考えちゃうよ、私は。デートのお誘いだったら。ね、旦那がいるんだから、こっちは。ね、ケイジさんも悪い男。でも、いい男だからね。バイバーイ。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。